石破二郎は、日本の内務、建設官僚、政治家、肖像医、君位等、参議院議員、鳥取県知事。鈴木善校内閣において、自治大臣権国家公安委員会委員長を務めた、自由民主党幹事長や農林水産大臣などを務めた石破茂の父、石破二郎本所馬屋橋警察署長の清掃、太宰治、 長い花風の著作物を好む。宗教は浄土宗。田中角栄元首相は友人である。安田貞栄坂港市長が石場に、あなたは元気である限り、本県県政を担当願うことが、県民のためになると思う。それほど、あなたを高く買っておるが東京では田中派に属しておる。ことが釈然としませんね。と言ったとき、君は、 田中という人を知らんからだ。実は自分が初めて鳥取県知事に立候補して現職知事との一騎打ちの厳しい選挙を戦い当落の決まる夜娘二人が東京の家でラジオの報道をハラハラした心持ちで聞いておるときに田中さんは心配だろうと娘たちと一緒にこたつに当たって一騎一遊してくれたのだ。当選が決まったらこれで お二人とも安心だねと言って帰ったそうだ。これに心を打たれるではないか。付け焼き場でできることではないと述べた。1955年に自由党時代の田中から東京都知事選挙に出馬するように壊れたが、東京都知事にはならない、鳥取県知事に壊れればなる意思があると答えた。田中は、なぜ日本で一番小さい鳥取県の知事を望むのだと尋ねると、私は、 鳥取県人である。鳥取に生まれ育ち、そして死ぬのである。小さくとも我が県は鳥取県であると明快に答えた。田中は君が強度を思う市場に打たれたと述べている。次郎夏、ありがとうございます。